きょう午後、JR 新大阪駅の構内で天井から水が漏れ出し、コンコースの一部が水浸しになりました。こちらは午後4時ごろの新大阪駅の様子です。天井から大量の水が漏れ出し、駅員らが水を取り除く作業を行っていますが、追いついていません。きょう午後、JR 新大阪駅3階の在来線のコンコースで天井から水が漏れ出しました。 特急列車の乗り場に通じるコンコースの一部の床が水浸しになり通行できない場所ができていますおよそ50人の駅員らが床に溜まった水を取り除く作業に当たりました JR 西日本によると現在水漏れは止まっているということですが原因は特定できていませんまた列車の運行への影響は出ていないということです 続いては気象予報士の片平さんとともにお伝えします。よろしくお願いします。こちらの映像をご覧ください。昨日の関東地方の様子なんですが、激しい雷雨に見舞われました。片平さん、これ全国的に大気が不安定な状態が続いていますね。はい、そうですね。大気の状態が不安定ってどういう現象かというと、はい、雷雲、積乱雲が急激に発達しやすいような状況なんですね。 で竜巻などの突風とか、雹、そして落雷、こういった現象はみんな積乱雲の近くで発生するので。非常に危険な状況が続いているというわけなんです。はい、この大荒れの天気で、近畿地方でも被害が出ています。現場と中継を結びます。坂本さん、お願いします。はい、近江八幡市内に来ています。先ほどまで暑いぐらい晴れていたんですが、今少し雨が降り始めています。でまず、ご覧いただきたいのが、道路挟んだ向こう側。 とても頑丈な硬いフェンスがこのように倒れてしまっているんですねそしてもう一度こちら戻って今度は田んぼのちょうど真ん中の辺り見ていただくと物置小屋とても大きなものが横たわっていますでこれがなぜ起こったのか当時を想像できるような映像防犯カメラの映像がありますのでご覧ください これ、農機具などを扱っている会社の防犯カメラなんですがあもともとまあ横殴りの雨が降っていたと思ったら今度、突風が吹き始めまして人々、中に避難をするんですが本当にさまざまなものが散乱して途中、映像が見にくくなるぐらい雨そして風が強い状況というのが起こっていたんですねでそれによりましてこの物置小屋がです、ね、飛んできたんですがどこから来たかといいますと この今ご覧いただいたただ道路を挟んだ向こう側、そしてフェンスがあって、奥に公園があります、公園の今、何もないエリアがあるんですがあそこにもともと小屋があって、あれほど大きなものが風で飛んで、このフェンスを倒して、道路も越えてあの田んぼに行ったということなんですね、このフェンス、ですから、当たってですね小屋が当たって、この道路側に倒れていたんですけれども、警察が来て、車が通るときに危ないということで、向こう側、反対側に倒して今、固定をされている状態です。 これだけ大きなものですから、まあ、当時、けが人がいなかったということなんですが本当によかったなというふうに思います当たっていたら命を落としてもおかしくない状況があったと思うんですねでこの突風はです、ね、昨日の4時から4時過ぎに吹いていたとみられていますで近畿地方全体的に大気の状態が昨日非常に不安定でこの時間帯滋賀県全域で竜巻注意報が出ていたということですで近江八幡市内10件ほど建物の被害が出ています 先ほど見てきたんですが、こちらもですね瓦が飛んでしまって隣の民家に入って壁に当たったりしていたんですね、こちらもけが人がいなかったということで本当によかったなと思うんですが当たっていたら大けがにつながっていてもおかしくありませんでした当時の状況を住民の方に聞いたんですけれどもどうやらですね この公園の向こう側、今もちょっと黒い雲が広がっているんですが、うん、比べ物にならないぐらいもう真っ黒な雲があちら側に広がっていて、雷がまず一回、どーんと落ちて、何も雨が降っていない、ちょっと曇っているぐらいの状況だったそうなんですが、急に雨が降り始めて、雨が降り始めたなと思ったら、先ほどご覧いただいた突風ですね、これが1分か2分ぐらいの間、吹いて、それが吹いたらもう雨もやんでということのようだったんです。でえーまあ 小屋見ていただきましたけれども他にもお台車が重たいものが飛んだりということもあったそうですからこの時期やはり天気の急変あるいは突風というのに本当に気をつけなければいけないなということを改めて感じます、はい、坂本キャスターがお伝えしましたが片平さん、はい、あれだけ大きな物置小屋がフェンスに当たってあれだけ飛んでっていうことになったんですねそうですあの瞬間的な風の強さでとしては、はい、例えば台風よりも 竜巻だったり<ー>ダウンバーストだったりっていうこういう突風の方が強いということもあるんですね、えー、あの時間は短くても被害が大きくなってしまうということは十分ありますので、はい、これからもまだ明日にかけても気をつけていただきたいという状況なんです、うん、突風についての被害坂本キャスターに伝えてもらいましたが大雨による被害も出ています今日午前6時15分ごろ滋賀県長浜市を流れる姉川で男性が杭にしがみついていると近くに住む人から消防に通報がありました 警察によると92歳の漁師の男性が漁業関係者3人とアユなどを取るための仕掛けを撤去しようとしていたところ川に流されたということで現在も行方が分かっていません長浜市では午前3時半ごろに大雨警報が午前6時20分ごろには洪水警報が出され気象台が河川の増水に警戒を呼びかけていました 雷雲がどこでできるかって今おっしゃったようにまだ技術的にかなり難しくて予想するのは雷雲のの大大ききさといいうのがそんんななに大きくないんですよねコンピューターで細かく計算してもそこまで細かいこう解像度の高い予測がまだできていないというところもあって明日この辺りで起きそうだとぼんやりとは言えるんですけどピンポイントで予測というのはなかなか難しいのが今の気象予測技術の限界というところなんですね。 この不安定な天候について片平さんに解説していただきます、はい、まず今日も危ない状況になっていまして、はい、今の雨雲の様子からご覧くださいえこの時間も近畿地方は北の方の地域を中心に雨雲が発達していて、うん、兵庫県内では場所によっては1時間に40ミリぐらいこれ車のワイパーを目いっぱいかけても前が見えないような、うん、それぐらいの降り方になっているところがあります、うん、でこの兵庫県京都府に固まっているように見えるんですが例えば滋賀県内にも一部ポツッと発達した雨雲がありますし はい、奈良県や徳島県にもあって山沿いでできやすいんだろうなということは昨日からお伝えしていたんですがピンポイントでここですと事前に呼びかけるのはなかなか難しいという状態なんですでこの雨雲雷雲積乱雲の近くで心配なのは急な強い雨いわゆるゲリラ豪雨ですとか氷落雷そして竜巻などの激しい突風なんですね ですからこの関南雲が近づいてくるっていう兆候を見逃さないということが大事になります。うん、でどういったものが兆候としてあるかなんですが、もう皆さんが五感をフルに使っていただきたいというところなんです。うん、真っ黒い雲が近づいてくる。あとは遠くの方でピカピカと雷が光っているとか、うん、ゴ,ロゴロゴロゴロってあの遠い雷って書いて遠雷なんて言いますけど、うん、この雷の音が聞こえる。うん、あとは冷たい風がピューッと吹いてくる。こういったものが前兆ということがあります。これあの、 みんな雷雲が近くにあってもうすぐ間近に真上にやってきてもおかしくないという状況ですからね空に異変を感じたら頑丈な建物の中へ避難をしていただきたいなというところです。でもし竜巻がが家の近くくくにに迫っっててるようななことがあったら階階ではなくて1階に降りる これ高いところの方が物が飛んできてガラスが割れたりとか屋根が飛んだりとかむしろ危険だったりします大雨の時はよく2階に逃げましょうなんて言いますけど風の場合は下の方に逃げた方がいいんですねあとは窓がない部屋に行ったり窓があってもカーテンを閉めたり